大谷秀和選手です。よろしくお願いします。お願いします。はい、いよいよ開幕を迎えますが、はい、今どんな心境でしょうか。そうですね、J リーグも30年ですし、またこのコロナ禍でも本当に多くの人が開幕を楽しみにしているので、やっぱり1週間前になると高ぶってくるものがありますね。そうですよね、はい、大谷さん20年目のシーズンなんですね。はい、そうです、おかげさまで。どうですか、20年という言葉を聞いて、その重みを感じることもあると思います。いかがでしょうか。自分がこうプロに入った時にはここまでサッカーを続けられると思ってなかったので、ちょっとびっくりはしてました。20年って聞くとそんなやってるかなっていうのはありますね。ちょっとやっぱり、まあ、他の人よりも多くの経験を積んでてきているので、そこをこうチームの、ね、関係にしたいなっていうのは思います。でも今 J リーグで最長のその20年と現役の選手となってますが、いかがでしょう。そうですね、まあ、これだけ長い歴史のある J リーグの中でそういうふうな立場にいられるっていうのは本当に光栄なことですし、これまで本当に支えてくれた人に感謝してますね。まあ、それをやっぱプレーで返したいなと思います。20年目バンディエラとして、まあ、何かその20年同じチームにいたからこそこう得られているものとか経験しているものって大谷さんにしか分からないと思いますけど、そのあたりっていかがでしょうか。そうですね、まあ、3回降格もしましたし、まあ、昇格して J1 でタイトル取らせてもらって、こうタイトルっていう頂点の景色を見せてもらったので、若い選手にはやっぱりこう苦い思い出じゃなくて、本当にサッカーをやっててよかったな、サッカー選手として、まあ、シャーレを掲げてその景色を見れるのは本当に一握りの選手だと思うので、そういう体験をやっぱりレスルの、ね、若い選手にはしてほしいなというふうに思っているので、そのこう手助けが自分がこれまでやってきた経験を伝えなければいけないですし、そういうここまで僕はもうジュニアユース含めれば26年いるので。そうか、ジュニアユースから考えると。そうですか。そうですね。へー、なのでこう本当にこのチームにそういう部分も含めて恩返ししたいなと思ってます。もうだって大谷さんが入団した頃に生まれた選手入ってきてるでしょ。入ってます。入ってますよね。はい、はい、確実になんか初ゴール見ましたとかっていうのも、はい、まあ、以前いた選手にも言われますし、今年昇格してきた選手なんかは僕が本当にデビューした時に生まれてたり、っていうのもあるので、ちょっと複雑ではありますけどまあ年齢も僕より息子の方が近い選手も多いので、なんかそういう選手としてるのもなんか不思議な感じはしますけど、彼らからもねこういい刺激を受けて僕も日々トレーニングできているので、本当に年齢関係なく切磋琢磨しながらこうチームとしていい結果を残していけたらなと思います。20回目の開幕を迎えるわけですが、改めて大谷さんにとっての開幕戦というのはどういう位置づけですか。34分の1ではありますけど、チームがスタートダッシュするためにはこう必ず勝ちたい一戦なので、何としてでも、まあ、今年はアウェーですけど、まあ、サポーターにもそうですし、自分たちが今シーズンに戦いをするためにも勝ち点3を持って帰りたいなと思います。うん、改めてチームここまで、まあ、キャンプ、はい、プレシーズンなど戦ってますが、ここまでのチーム状況というのはいかがでしょうか。昨年からこう選手が入れ替わった部分もありますし、チームとしてこう若返った部分も非常にあるんですけど、まあ、そういう選手たちが西野監督がやろうとすることを積極的に吸収して、また今までいた選手たちともまあコミュニケーションを取りながらいい準備ができていると思うので、あとはこう昨年課題だった部分を自分たちがこうピッチの中でどう克服していくかだと思うので、そこはこう課題を自分たちが認識しているので、まあすぐにね改善できるかは分からないですけど、その改善してきたっていう部分をサポーターにも見せれたらなと思います。こういうサッカーが今年は見られそうだというところはレイズルはありますか。そうですね、まあ、西野監督はやはりこう、まあ、相手の良さを消しながらっていうところで入る監督ではありますけど、今年はこう自分たちがボールを保持する時間を昨年の反省からやっぱ長くしたいとも思ってますし、90分の中でのこうメリハリだったり、昨シーズン先制されたらやっぱりほとんど逆転できなかったっていう現実があるので、まあ、そういうところのメンタル面も含めて監督からの課題では挙げられているので、まあ、昨シーズンからやっぱり変わった90分メリハリのあるプレーであったり、精神的にもこう
たくましくなった選手たちっていうのを見せれたらなと思います。チームの目標、何か数字で掲げていらっしゃいますか？数字っていうのは監督からちょうど今週のゲーム前に話をされるので、はい、こう僕らにはまだこう伝えられてはないんですけど、こうただね、チームとして全員が昨シーズン不甲斐ない結果っていうのを認識しているので、それをこう、まあ、あとは選手が入れ替わった中でサポーターが不安に思っているのも理解してますし、ただね、レイスルはこのままで終わらないっていう、今年はこういうサッカーをして、まあ、数字の部分はまたね、監督から話があると思いますけど、こういうところを目指すっていうのをピッチで表現できればなと思います。では最後になりますが、こちら白いボールに、はい、俺アピールということで、はい、今年の大谷秀和、ここを見てほしいというところを書いていただけますでしょうか？20年ってすごいですね。長いですね。長いで、もう本当にびっくりします。そのままおそらくずっと現役やって監督もやったりしたら50年ぐらいになるんじゃないですか？そんぐらいサッカー界に携われたりですけど、おそらくそのままなりますよね。話にも出ましたが、柏一筋20年、今年20年目を迎える自分を、見て注目していただけたらと思います。皆さん本当に唯一の人ですから、20年やってる、ね、はい、ぜひ注目していただいて、はい、思います。はい、今シーズンも頑張ってください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。大谷選手でした。